ちは今日も青空に本晴れです。黒い飛行機雲山の空襲の音日本の平和もこれで終わりですか。次は我が身と語らぬジャーナリスト座に移らした偽善者は暇まで戦争は仕方がないと言う。反省の公演はいつまで変わっても届かない。もしあってなぜ同じで同志が争うの。平和がいつも人を甘やかすから、現代の日本は狂ってしまわた。政治や警察や学校や家庭は今じゃお互い傷つけ合わせる。ふざけるな、やめてくれ、このまま腐っていくのか。日本よ、そして死を一生忘れません。ありがとう。